で芸能界は例外だって話します、芸能界はなぜ例外かっていうとね、芸能界っていうのは好きなことやってんの、ね、好きなことやってなんとかおまんまが食えんな芸能界ぐらいで、その代わりみんながやりたいから著しく、なんか確率が少ないということなんですよ。で、じゃあ普通の人は大概何してるかっていうと、大概は人の苦手なことやってる。人の苦手なこと、例えば、誰だって穴の中掘って穴掘り食ってるのが嫌だとかってやって言うじゃない。それは穴掘り食ってるとか屋根の上上がってるとか、おおよそ人が嫌なことがある、それを一生懸命やるしかないんだよ、ね、だから 99.9% までの人は大概人のやりたくないことやってる。それでもそのやりたくないことの中にも神様が摂理としていくらかは好きなことだったんだよ、ね、だからジムでこうやって腰掛けてこうやってやってジムねやってる人いるじゃない。あれやりたかねえんだよね、今日休みだからジムやるかゴルフやるかって言ったらゴルフ行きますって言うんだよ。本当はゴルフのプロになりたいんだよ。だから食っちゃいけねえんだよ。だから何か嫌なことしてんだよ。誰でもそうなの。プロになるってことは自分も人の嫌がることをやってあげて初めてお金になるね。そうすると天が与えてくれた才能っていうのは芸能界以外の人はその中から喜び見つけるしかないの、ね、屋根瓦屋を一生懸命やってたら俺が作った屋根ピシッとしてるなとか、よそより5年持つところ6年持つんだよとか、何かそこに楽しみを見出すの、ね、私に向いてる仕事ありますか、そんなん知らないよ、100回も職変えりゃどれか見つかるの、ね、なんかで生きていかなきゃなんないんだよ。でそしたらそこのこれで生きようと思ったものに熱入れるの、ね、99.9% の人はね、嫌なことしてるんだよ、ね、で大概自分が芸能人になれるかなれないかぐらいは分かりそうなもんなんだよ。一番気の毒なやつはもうちょっとでなれそうなやつとかいるんだよ。でもうちょっとは全然金になんねんだよ、ね、歌もうめえやついるんだよ、ね、もうちょっとってのは一番親戚も困るんだよ当人も諦めがつかないで、我々は運よくもうちょっとで手が届かないところにいるから他の仕事に正々堂々といけるんだよね。だけどあんなものはもうごくごくまれ、もうまず自分はなれないと思ってりゃ間違いないの、ね、だから俺たちはそんなものにはなれないの。それより自分がどれの道で行くか、ね、アキンドの道で行くと言ったらアキンドの道をずっと貫くの、屋根瓦屋になって屋根瓦ずっと貫いてね、高いとこでも何度も上がってって何かやるのよ。それしか生きる道がないの。何だって勝ち組と負け組に分かれるしかないの。いやいややってるやつが負け組なの。どうせ働くの、ね、いやいややったら働かなくていいんですか、そんなことは絶対ないの。間違いなく働かなきゃなんです。ね、働くってことは旗が楽になるほど働くの。会社行って自分の仕事終わりました、自分の仕事が終わったぐらいで働いたっちゃいけないの。働くってのは隣の人の仕事まで手伝ってやるの。それが働くってことなの。全然旗が楽してないようなやつが働きに来たようなんてとんでもないこと言っちゃいけないの、ね、うちの会社は旗が楽になること働くの、ね、副社長で言うともう1万人分ぐらい出来上がってたよ。旗が楽になるほど働いてんの。祖父の弟子になったんだから自分の仕事が終わりましたじゃないの。自分の仕事が終わったら人の手伝うの。さっさと手伝ってやるぐらいの人間が勝ち組の行くの、ね、自分の仕事はそつなくこなしてます、その程度が負け組行くの。勝ち組と負け組がはっきりするよってのはどういうことですか。しっかり働いて、ね、旗が楽するぐらい働いた人間が勝ち組行くの。自分の程度の仕事をして、そのうちその程度だったらコンピューターでできますとか、その程度だったら出張社員でできますとか、必ずそういう時代が来るんだよ、ね、だその程度が負け組だよ、ね、私はそつなくやってるから勝ち組でしょ、とんでもない、あんた負け組ですよ、はい、じゃあね。